はい、どうもゴリラスタジオです。前回のお話は CIA の任務で敵の国に潜入するっていう任務が入りました。で、そのチームがこいつ、このね、ジョディと一回夜を共にしようとした男で、ジョディが断ったら帰っちゃったよ、クソガキが、ほんま、しょうがないやん。で、そいつと一緒にこの雪国に潜入して、幽霊の世界に入る裂け目を他の国が見つけたんで、その国の施設をぶっ潰しに行きます。スタート。任せなし、ふなっしー、なし汁ぷしゃー。あれ、お、なにこれ、ああ潜っちゃった。これ以上いけん。ああ、ここ見えへんね。何か積み込んでる。何？潜水艦に。何積み込んでる？潜水艦？それじゃあ叫めよ。海の中。あ、海の中にあるの？つまり海底基地があって潜水艦で補給品を運んでるってこと。へえ。兵は何人？三人見える。エイデンに始末させる。ここにもいるよ。エイデン。あれ始末して。お任せあり。え、こいつやっとかんでいい。こいつ一番やらなあかんくね。何したいんやろ。こいつか。え、誰始末したいん。あれ始末してって誰のこと？始末したいんだけどさ、僕も。あ、そいつか。こいつで？これ操る系やったっけ？はい、操りマンボウ！うひぃ！全員殺しちゃうよ。こいつからか、まず。あ、待って待って。こいつから行ったらあかんやん。おバカちゃん。おバカちゃんちゃんこ。まずは、モニタールームのやつを。ぶち殺しマンボウしますか。まあね、モニター見とるやつからやっぱやらなあかんからな、こういうのって。これ殺す順番間違えたらアラーム鳴らされてたぽよ。なんか押せんねんけど。まあまずさっきこいつ、え、先に兵を始末して。なんで、どういうこと。え、こいつ絶対先にやった方がいいやろ。え、どういうこと？始末できん？あ、そうだよね。え、お前、え、は？銃撃つん？バレるって。アホ？え？アホ？まあいいか。あいつ気づいてねえや。んなことある？そんなことあるのかな？気づかないおちんちん野郎なのかな、こいつ。こいつはこいつ銃使う必要ある？普通に殺せそうやけど。さよならおちんちん。ゴミくずげ、しんどげ、そこで。ぽよぽよ。久しぶりの戦いはやっぱ楽しいな。久しぶりやったっけ。久しぶりではないか、砂の悪魔と戦ったな。でもな、こういうやっぱ人ボコボコにする方が楽しいよな。はい、入っておいで。君たち入っておいで。おい、操ったやつ始末せなあかんぞ。いや、え、どうする。あ、お前抜けてからやれ。悪い。え、警告ぐらいしてよ。もうで、心臓痛。どうするんだ。今考えてる。待ってくれ。なんかあるんじゃね、ここ。ライアンパソコン置いてきたから何もできんのじゃん。アホやろあいつ。なんでパソコン置いてったんやろな。え、ちょっと
このおじさんの死に方。いや、こんな死に方する？こんな死に方する？なんかもうちょっと倒れるやろ。すごい死に方してんぞこいつ。何かが足りない。こっちだ。何かが足りない。かわいそう。どういうこと、何かが足りないって。ちょっと見回しときましょうか一応。いけへんな。どういうこと、何かが足りないって。何？ん？こっちだって言わなかった？これ中入るってことか、潜水艦の。いやこれさ、反対側見とう方が良さげな気すんねんな俺。なんもないかな。行っちゃう？これちょっと反対側だけ見てきていいですか。なんかありそうな気するんですよね、こういうのってね。焦ったらあかんのよこういうゲームって。絶対こっち側に何かの要素があるから。記憶読み取ったりできそう。ないかな。これでなかったらごめん、スキップしちゃって。ないかな。もうこっから飛び込むとか。ごめん、なかったみたい。すいませんでした、何もありませんでした、ごめんちゅうよ。何もないな。何かあってもよかったのにな。いやー、潜水艦乗って下行っちゃうんかこれ。すげえな。潜水艦行っちゃう？おめえら行っちゃうか？行っちゃうよ。さあ潜水艦入るかな、ほんなら。何？おい、一体何してるんだ。解決策を考えてるの。何？いいアイデアだが、それじゃすぐにバレるぞ。まあそうかもね。なるほどね、一応着替えとくって。一人でに閉まるわけじゃないでしょ。オッケー、遠くならバレないかもな。それで潜水艇で基地に向かう。まずはそこから。よし、すげえな。おい、二人乗りだ。ここで脱出する道を探せ。戻ってきたら急いで脱出することになる。おい、今のは命令だ。爆弾をくれ。いけるんか二人で。二人乗りっていうか、みんな乗れそうやけどな。行くよ。俺たちは生きて戻れないかもしれない。え、嫌すぎんねんけど。だね、それは最初から分かってた。いやいや、なんでこんな奴らのために俺死ななあかんの。わあ、来たで。そう遠くないはずだ。すごい話になってますね今。これでいいんか。もうまっすぐ進めてる。お、すげえすげえすげえ、すごいねこれ。こんな感じになると思ってなかったんけど、ビヨンド。これぶつかったらどうなる？どこにいるかも分からない。一応このなんかライトみたいなのあんねんな。これ頼りに進んでるけど今わし。すごいねこれ。なんかスターウォーズもこういうシーンあるよね。
みんなわからんか。みんなわかんないかな。あのシスの復讐ってやつ。あのね、お、なんかライトあるぞ。バレ、おお、バレそうやな、これめっちゃ。明かりが。やばい。通信してるで。質問じゃない。やばいぞ。何言っとかわからんで。すっげえそこに来ちゃうな。入れてくれんのかな。入ったんかこれ。驚いたよ。あ、こんなに忍耐強いとはな。エイデンは、もしかしてエイデンって深海に来れへん。仲間を痛めつける方が効き目があるか。あー、ライアン。いやー、やめて。ごく簡単な質問だ。お前の名前と所属先とどうやって基地の存在を知ったか答えろ。もちろんあの抑制フィールドを超えると何が起こるのかもな。何も言うな。いいな。何度でも何度でも同じことを質問する。お前が答えるまでな。どうしよう。何でもいい。これどうしたらいい。で、話す、話す、話す。ジョディ、やめろ。ジョディ・ホームズ。話すしかないやろ、もうこれ。捜査官894732。エイデンの力は？全部言っちゃった。しゃあないやん。CIA は我々の実験を知っているのか。やっぱ全部正直話したら。閉じ込められた霊体についてはどうだ。私に繋がってる。え？生まれた時から。面白い。アメリカ人のエイデンの言葉を発見していたという。そうだよ。上官に報告せねば。ジョディは？この続きは戻ってきてからだ。ジョディじゃない、エイデン。待ってろよ。何やこいつ。エイデンは？何してんの？ごめんライアン。しゃあないやん。あ？あー、これ捕まる前の捕まるんじゃん。もう決定なんや。潜入して捕まえられるんや。どうする。まあライアン死なんでよかった。コンデンサーを見つけて破壊して脱出。それでそいつをどうやってのけるつもりだ。さあ、これから考える。お前も考えろ。はい、今回はこんな感じで終わりたいと思います。今回はまあ見事潜入に成功して、今からあの幽霊とつながる装置をぶっ壊しに行くんですけどね。またあのなんか拷問されてるシーンでジョディはまああいつを守るためにねちょっと喋っちゃいました。ジョディが無事だらずれてて。